自動車等は自動車の窃盗のことを指し、警察白書では窃盗の位置形態に分類される。自動車等の積み木や車両内から現金や品物を盗むことは車上狙いに当たるので、同記事を参照のこと。自動車窃盗の認知件数推移、1967年以降、法務省と警察庁の統計データより、1967年から2019年の 認知件数は1967年から1969年にかけて急増し47,563件となったが1970年から1973年にかけて減少し1973年は29,418件と3万件を切った。しかし翌年の1973年から1998年は 3万から3万6千件の間で増減を繰り返していたが、1999年から2003年にかけて急激に増加し、2003年は6万4223件と、統計のある1967年以降の数値で最多となった。そして2003年をピークに減少し、2020年は5210件と1967年以降、 最小の件数となった。警察庁の2019年の統計データより、自動車10万台あたり9.1台であった。また、自動車のエンジンキーがメインスイッチに差し込まれていたままか、運転席またはその周辺に放置された状態で、盗難にあったものは、全認知件数の約4分の1であり、残りの約4分の3、5342件は、 そのような状態でないにもかかわらず、盗難にあっている。被害額別では200万未満が全認知件数の約59.4%を占めていた。また、2010年から2019年の間で被害額300万以上の比率が増え、逆に200万未満の比率が減少している傾向があり、だんだんと盗難する対象が高級者へと変わりつつある。そして、 盗難自動車が戻ってきた確率は約25.8%であった。また、自動車のエンジンキーがメインスイッチに差し込まれていたままか、運転席またはその周辺に放置された状態で、盗難にあった自動車は約53.2%、そうでない状態の場合は約16.5%であり、前者の方が帰ってくる確率が高い。そして、 警察等に認知されていない犯罪の件数を含めて実際の犯罪実態を調べる目的で2000年以降数年に1回行われる法務省の2019年犯罪被害実態調査により自動車盗難にあったと答えた自動車所有者の割合は2018年中に被害があったと回答したものの割合は 0.0%2014 年から2018年の 間にあったと回答したものの割合の場合は0.2%であった。また、この調査は2000年以降5回行われているが、被害に合う割合は一貫して1%未満となっており、2019年犯罪被害実態調査では今までの調査の中で最も低い被害率であった。そして、被害を警察に届け出た割合は約85.7%であった。しかし、 残りは調査回答者本人だけでなく、家族にも被害にあったかのかを含めて、質問しているためか、無回答であり、かつ、保険会社へ、盗難に対する保証を申請するため、警察に届け出なければならず、安数になりにくいため、通常は、ほとんどない。また、自動車盗難で検挙された者の年齢層は、40代が778人中163人と、 約21.0%を占めていたが、10万人あたりの検挙人員では、14から19歳の未成年が約1.5人と他の年齢層よりも高い。日本損害保険協会は、自動車にまつわる盗難の保険事項をまとめたデータを公開している。2020年の自動車盗難件数は、全国で5210件で、最も盗難件数が多い都道府県は、 茨城県の821県となっている。茨城県がワースト1になっている背景に、大畑に囲まれてポツンとある広い家に車が2から3台並んでいると表現するくらい、住宅が密集されていない環境ゆえに、地域の監視機能が必然的に低くなってしまうこと、加えて高度経済成長期以降移住した住民が多いため、 古くから住んでいる人が多い地域よりも監視機能が弱いことに背景がある。ありがとうございます。